はい、こんにちは。今回はニグアナの紹介動画という感じにしてみました。たまたま短い動画があったんでね、作ってみたんですけどね。ニグアナというのは横2尺縦5尺という断面からその名前が取られたと言われているスウェーデン類のことです。で、これぐらい短いのはむしろ珍しい方で、多くは何十メートルから何百メートルという長さあるんですよね。で、まあ見てもこう先が見通せないぐらいのものでね。で、まあそれぐらい長いやつはさすがに入っていくのはね、ちょっとメンタルに来るものがあるんですけどね。で、他の地域はどうなんでしょうね。自分は山梨で似たようなものを見たことあるんですけどね。まあ他にいろいろ情報を教えていただけると幸いです。ということで今回もご覧いただきどうもありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。